国家体育場をかけるサムエル・ワンジル戦闘でゴールするサムエル・ワンジル2008年北京オリンピックの陸上競技男子マラソンは2008年8月24日午前7時30分から行われた。天安門広場をスタートし、天壇公園、北京大学キャンパス内など、北京市街地の各所を駆け抜け、北京国家体育場にゴールするコースで実施された。 ケニアのサムエル・ワンジルが2時間06分32秒のオリンピック新記録を樹立して優勝した。参加標準記録は A 標準が2時間15分00秒、B 標準が2時間18分00秒であった。この種目実施により樹立された新記録は以下の通り、備考欄の表記は以下の通り、北京五輪北京マラソンルート解剖読みやらんライン。 2010年4月24日、閲覧。http://www.iaf.org/.oly08/.results/.eventcode=3659。ビディセプリン、インデックス、html オリンピックアスレチックスコンペティション、スケジュール IAAF2010 年4月24日、閲覧。 ケニアン、ウィンズマラソンゴールドアソシエーテッドプレスビア、スポーツネット、サ2010年4月24日閲覧。エントリースタンダーズ、ザイクシックスオリンピックゲームズ北京、チャイナから8、24オーガスト 2008IAAF2010 年4月24日閲覧。タイムテーブル、リザルツ IAAF2010 年4月24日閲覧。ありがとうございます。